ながら日経11月14日木曜日担当パーソナリティは和田愛理です本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたしますながら日経お手元はそのまま自民党個人献金の税優遇拡充へ企業団体依存下げ 自民党は政党や政治家の後援会への個人献金を促すため税優遇を拡充する方針です所得税額から差し引ける税額控除の割合について現在の献金額の30%から引き上げる案などを検討します野党が批判する企業団体献金への依存度を下げる姿勢を示し政治資金規正法の再改正に向けた機運づくりを急ぎます個人が献金しやすくなるほど 個人が政治を支える文化に変わるきっかけにもなり得ますセブンアイ・ホールディングス創業家が買収提案カナダ社に対抗セブンアイ・ホールディングスは13日創業家の資産管理会社から買収提案を受領したと発表しました創業家側は資金調達について金融機関への打診を始めています セブンアイ・ホールディングスはカナダのアリマンタシオン・クシュタールから買収提案を受けており、対抗策として株式非公開化を目指します。楽天グループ、17四半期ぶり営業黒字、携帯事業は赤字縮小。楽天グループが13日発表した2024年7月から9月期の連結決算は、営業損益が5億円の黒字でした。 前年同期は544億円の赤字でした営業黒字は携帯電話事業に本格参入した2020年4月から6月期以来17四半期ぶりです携帯事業の赤字が縮小し電子商取引や金融事業の利益で吸収しましたみずほ楽天カードに15%弱出資オリコなども業務提携みずほフィナンシャルグループは13日 楽天カードに14.99%出資すると発表しました発行済み株式を譲り受けおよそ1650億円を出資します楽天との提携でクレジットカードビジネスを強化しますみずほ系列の審判会社であるオリエントコーポレーションオリコや UC カードを交えた連携策も進めますアメリカ政府北朝鮮兵の戦闘参加確認ロシア西部で アメリカ国務省のパテル副報道官は12日の記者会見で北朝鮮兵がロシア西部のクルスク州でロシア軍との戦闘作戦を開始していると述べました北朝鮮兵がウクライナとの戦闘に加わったとアメリカ政府が認めたのは初めてとなります電気ガス補助1月再開非課税世帯には3万円安政府原案 政府が11月中にまとめる総合経済対策の原案が分かりました燃料価格の高騰を受けた電気・ガス料金の負担軽減策は2025年1月に再開し3月まで実施すると明記しました近く自民・公明両党に提示し国民民主党など野党を含め調整します 投資の基礎をわかりやすく学べるオンラインセミナー「日経投資スクール」大好評につき11月20日に第8回目を開催司会は引き続き私渡辺彩香が務めます今回のテーマは銘柄選びコモンズ投資社長の井い哲郎さんが伸びる銘柄を見極める目利きの極意を伝授個人投資家の間で注目度の高い有望な外国株も紹介します 日経電子版の有料会員ならば受講料は無料。こちらの URL から申し込んで、私と一緒に銘柄選びの極意を学びましょう。以上、日本経済新聞のニュースをお届けいたしました。本日お伝えしましたニュースは、日経電子版の記事詳細をご覧ください。さあ、本日11月14日は、いい上司の日です。日付の語呂合わせから、 いい上司と読めることに由来していていい上司リーダー経営者として支えてくれる社員とその家族そして顧客株主取引先などのステークホルダーの方々に感謝することを忘れない日として2018年に記念日として認定されました尊敬する上司や先輩方と言いますと皆さんはどんな方をイメージしますでしょうか私は考えるとたくさんの顔が浮かんできます 技術や実力の素晴らしさからたくさんの学びを目や耳で吸収させていただくことはもちろん、人柄が素敵な方というのも印象深いです。立場によってきちんと線引きをしつつも場の空気を柔らかくしてくれたり、関わる様々な職種の方々と自然に会話をつなげてくれる方、ピンチの時も寄り添いフォローしてくれたことや、自販機はここにあるよと道案内してくれた時など心に残っています。 アルバイト時代には店長が月に一度1対1で面談を開いてくださって良かったことを伝えてくれたり困っていることはないか次はどんなことを頑張ってみると話を聞いて常に個人とチーム力を上げてくれていたことです最近はどちらかというと先輩側になることが増えたんですがあの先輩だったらどう伝えていたかなと今もなお先輩上司の背中を見続けて助けていただいていることに気がつきます本当に ありがたいなとありがたかったなと思うことばかりです皆さんはいい上司にまつわるエピソードまた自分が上司として大切にしていることなどはありますでしょうか今日はいい上司の日に感謝を込めてお送りしました本日もお付き合いくださいましてありがとうございました明日金曜日のながら日経は渡谷さんこと渡辺彩香さんがお届けしますそして姉妹チャンネルヤング日経の放送は朝7時からの放送です 本日の担当は和田愛理でした。それでは皆様、素敵な木曜日をお過ごしください。